クモズナは、節足動物門のハサミ角アモンに属する分類群の一つ。別名ク雲形綱、雲形綱、クモカタチズ綱。この分類群の構成種はクモ型類、クモガタ類、雲形類と総称される。学名は、古代ギリシア語で、クモの意があるアラクネに由来するが、本群はクモだけでなく、ダニやサソリなどをも含む、十万種以上に及ぶ大きなグループである。 体は前、体とあと体の二部のみに分かれ、八本の足を持ち、触覚と顎はなく、口の前後にはハサミ角とフレシという付属詞を持つ。昆虫やターシ類などの陸生節足動物と同じく、クモ型類も一般に虫と扱われる動物であるが、昆虫とは別系統である。体は前、体とあと体の二部からなる。 全体と後体の間は、くびれるものとくびれないものがある。くびれるものでは後体第一節由来の腹柄によって両者はつながり、くびれないものでも両者の区画は明確なものが多いが、ダニではほとんどが極めて強く密着する。後体の分節は明瞭に見られるものが多いが、ほとんど全ての雲とダニのように外見上から節が見られないものもある。 サソリもどきの廃校前体は、先説と直後6つの体説によって構成される、合体説である。機能に応じて頭胸部とも呼ばれるが、発生学的には、頭部と胸部の合成ではなく、他の節足動物の頭部そのものにあたる部分である。全体の背面は通常では、前面が1枚の廃校に覆われる。目は通常では、中眼と側眼由来の数体の単眼であり、 その有無と配置は分類群によって異なる。通常、全体すべての大切は著しく融合し、大切の区別は外見上からほぼ見られないが、覆面の外骨格にその分節の痕跡が見られ、廃校が最後の二つの大切を覆わず、部分的に分節が見られる分類群もある。小寄虫のハサミ角と上唇雲のフレシと、 ふ足の施設構成体節数に応じて、前体は、ハサミ角1体、触脂1体、脚4体という計6体の付属子を持つ。他のハサミ角類と同様、大顎類に見られる触角と顎は存在しない。口は目立てない上唇に覆われ、ハサミ角とフレシの間に配置される。一部の群、特にクモでは、 口の直後に、下唇と呼ばれる板状の構造体もあるが、同じ名称の昆虫の下唇とは、無関係の別器官である。ハサミ角は唯一で口の前にある付属死体である。2から3節に分かれ、分類群によってハサミ型から牙型などの形態となる。通常は小さくて目立たない付属子であるが、巨大なハサミ角を持つものもある。 ハサミ角の次には、最多6つの施設に分かれたフレッシュがあり、ほとんどの場合では、捕食や感覚など歩行以外の役割を持つ。基本の構造は足に似通うものの特化が進んでおり、明確に足から区別できる。特に捕食に用いられる場合、フレッシュはハサミ型や鎌型など、ふわしらしきの形に特化したもの多い。フレッシュに次ぐ4体の足が並んでおり、 基本的には7つの施設からなる。通常はすべてが歩行に用いられる。不足だが、そのうち1体以上が感覚用の付属子に特化し、歩行に用いられないものもある。ダニ類の中では、後方1体以上の足が耐火消失するものもある。目、海サソリの復元図。クモ型類に近縁とされる化石バサミカク類の一つで、その廃坑は、 複眼のままに発達した側眼と小さな中目を持つ。原生のクモ型類の目はすべて単眼であるが、その共通祖先は、同じくハサミ角類であるカブトガニ類とウミサソリ類に見られるような、廃坑の側面に一体の複眼である側眼と、その間に一体の単眼である中目を備えた、節足動物であったと考えられており、すべての単眼はこのいずれかを起源に持つ。 顕著な例として雲型類の中で、最も祖先形質に近い形態を維持していると、考えられるサソリは、ガワガンが、複眼から対化しその古眼が単眼化したガワガンと、祖先から概ね維持された中目を持ち、初期の化石種に至っては、ガワガンは複眼である。このような古生物学的証拠に基づいて、ガワガンイコール複眼の単眼化は雲型類の中で、 複数回に起きていた考えられる。蜘蛛類の核分類群における単眼の配置と由来は次の通り、サソリもどきの後体第一から六節の覆面五体は第七体節をしてとして最多十三節からなる。一部の蜘蛛類、例えば足ゲ類とくつこ虫などでは、後体の後端三節がやや細短い微分をなしている。 サソリの場合はさらに特化が進んでおり、あと体の前半は太い中体で後半は細長い終わり体に分化される。また、あと体の後端に微節という部分を持つ群もあり、サソリもどきアイトムシ、小ヨリムシなどの微節はムチのようなムチ状態で、サソリの微節は針状の毒針となる。クモ型類の後大付属子は、 対価的で、それに由来と思われる期間が全く見当たらない、分類群もある。付属詩由来の機関として、分類群によって外反、糸芋、串状板、生殖子などを持つものがある。カブトガニ類の能動的な外反とは異なり、クモ型類のそれはまるで腹板のように大切と、密着し、一見では付属子とは思えないほど、高度に特化していた。 生殖口は後体第二節の覆面に開き、多くの場合は同じ大切由来の外反である生殖口外に覆われる。クモの諸配呼吸器官として諸配と器官が挙げられる。通常では片方だけを持つがクモの中では両方を持つものがあり、また小寄虫や一部のダニは呼吸器官を持たず、体表を通じてガス交換を行う。 呼吸器の開口は通常では後体の覆面に配置されるが、気門が前、体と後体の両方、もしくは前、体だけに開口する群もある。アブラゼミを捕食する、コガネグモ多くは陸上で生活するが、クモやダニ類では水性の種もいる。ほとんどのクモ型類は肉食性である。ダニには非常に多くの例外があるが、それ以外のものは、 ザトウムシに雑食性とキノコ食のものが存在する程度で基本的には小動物を捕食する。また液体状の物質しか取らないものもほとんどである。このようにその食性に多様性が低いのは口の周辺に独立した付属詞が1体のハサミ角しかなく他のほとんどの付属詞は歩行などに用いられており、 多様な植生に合わせて特殊化するのが難しいことによると考えられる。メディアを再生するサラグモの公説多くの者のは真の交尾を行わず代わりに製法の受け渡しを通じて行った公説をする。その際にー由で一種のダンスを行うなど特殊な配偶行動が見られる例が多い。ザトウムシや一部のダニでは真の交尾が行われる。 産卵した卵を自分で守ったり、卵や初年の妖精を自分の体に乗せて保護するといった行動が見られるものも多い。節足動物の中で、クモ型類は、カブトガニ類、ウミサソリ類、およびウミグモ類などともにハサミカク類を構成する。クモ型類の内部系統については、古くから様々な説が提唱された。 例えば、蜘蛛型ナを諸廃類プルモナタと無廃類、アプルモナタの二つに分け、もしくは一部の群を双脚アコを、ドロームっぺだとしてまとめる、などがある。しかし、蜘蛛型類の内部系統は、議論的であり、その単系統性もしばしば疑問視される。特に分子系統学による知見では、ダニ類の単系統性は、賛否両論で、 伝統的分類では雲型類より早期に分岐したとされるカブトガニ類や海モ類が特定のクモ型類に禁煙という不確実な結果もある。一方で雲腕虫サソリもどき、ヤイト虫などからなる系統群の単系統性と内部系統関係は多くの形態学と分子系統学的分析からほぼ一致の結論が与えられており、系統関係の揺らぎは少ない。 サソリはかつて特定の形質に基づいて、海サソリに、禁煙、最も基盤的なクモ型類、ザトウムシに禁煙などとされてきたが、後に4肺類との類縁関係の方が、分子系統解析、遺伝子重複、諸肺の構造など、複数のエビデンスに有力視され、共にクモ肺類になる。クモ肺類以外のクモ型類の明確な系統位置は、2019年現在では未解明である。 古生代から知られる化石バサミ角類である海サソリ、類は主に蜘蛛型類のような呼吸器官と性法の受け渡しに適した生殖器を持つことによって蜘蛛型類の禁煙として広く認められる。その中でも海サソリは蜘蛛型類のサソリに最も禁煙との説もあったが、後に蜘蛛型類全体に対して姉妹群である系統関係の方が有力視される。 雲型類に対して、祖先形質の多いカブトガニ類やウミサソリ類は、水生動物であるため、ハサミカク類の共通祖先は、水生で、雲型類の陸性的性質はそこから進化したものと考えられる。しかしその経緯は、前述の雲型類の系統仮説によって解釈が変わる。もし雲型類は単系統群であれば、 その陸性的性質は一回の上陸のみを通じて、起源し、諸配のないクモガタル類は、クモガタル類の内部系統で、諸配を退化したと考えられる。代わりに、もしクモガタル類は、カブトガニ類やウミサソリ類に対して、避短系統であれば、クモガタル類は多系統群で複数回の上陸がなされ、諸配のないクモガタル類は、クモハイ類、ウミサソリ類、 カブトガニ類とは別系統の水性祖先に起源する可能性が高い。陸生性が単一起源のクモガタ類をガワ系統群とみなし、カブトガニ類などを水性化したクモガタ類とみなす見解もあるが、解剖学と個性物学的根拠は乏しく、否定的に評価される。ダニ類を目階級と扱えば、原生のものでは以下の11の目がある。 単形統制が疑問視されるダニ類を除き、それぞれの目の特徴は明確で、紛らわしい部分、あるいはその位置に悩む種などは、ほとんどない。一方、つま内部の目の間の関係については、蒸気の通り雲入る以外のものでは明らかになっていない。多くは熱帯を中心に分布する。日本に分布する種が存在しない目は、くつこむし目、うでむと日よけ虫目の三つがある。 なお、化石でのみ知られている、絶滅群として、以下4つの目がある。10万種以上の原生種が記載されており、節足動物の中でもクモガタ類は昆虫に次ぐ、大きなグループである。ダニ類が最大で、約5万5千種以上、クモは4万3千種と大きく、ザトウムシは、約6500種、カニムシは、約3400種、サソリは、約2000種。 日よけ虫は、畜産を超える程度である。特にダニ類はその形態、習性、生育環境等が非常に多様で、その多様性はほぼ昆虫に匹敵するとも言われる。逆に他の群は多くも数百種ほどに過ぎない。大まかに言えば、蜘蛛仇類は昆虫に先立って上陸し、肉食動物として進化したにもかかわらず、 昆虫などの進歩発展の中でついていけずに衰退し、一部が依存している群とされる。その中で、クモは糸と網を駆使して、昆虫を餌とすることで、ダニは小さな体で多様なニッチに進出したことで、成功したと見られる。ありがとうございます。